ちは。こんにちは。モイカです。ナナミです。アレックスです。今日は3人でデーゴンゲームしようと思います。わカットですよ。ルールとしては、まあ英語流暢って言っていいのかな、自分で、流暢、まあ、流暢、うん、でネイティブなんですよね、実は。あ、実はアメリカで生まれました。そうで、ネイティブなんで、はい、私が作った英文をナナミッチに言って、英語全然わかんない、それを頑張ってアレックスに伝えます。で、まあ、それがうまくちゃんと伝わるかっていうのを検証しますね。オッケー。で、私が作った文章はもちろん、全くアレックス知らないので、全く知らないです。アレックスも本当にあれですね、ナナちゃんの試される、ね、伝え方に試されてる。いいよ、コピーをするその方が面白いから。頑張ります。で、アレックスもチャンネル自分の持ってるので、で、アレックスのチャンネルでは逆をやりたいと思います。アレックスからナナミッチに伝えて、それを私に伝える。それぞれ5問ずつ、計10問なんで、はい、よし、やってみるか。はい、じゃあヘッドホンをどうぞ。いくよ。はい。I went to the dentist today. I'm scared to remember his name. 聞いて。むずいんだよ。OK。投げやし、しかも。OK。I went to the dentist today. I scheduled to remove a wisdom tooth. OK。え、どうでしょ？どういう意味？もう、一瞬歯医者の予約をした。あ、待って、わかった。え？歯の移動？いや、待って、リムーブでしょ？ウィスダム、ん？リムーブウィスダムトゥースってなんだ？あ、待ってて、虫歯を抜くみたいな？めっちゃ近い、めっちゃ近い。え、虫歯を抜く以外の力ない。ウィスダムトゥースってなんだ？親知らず。正解は言わないけど。え、わかんない。いや、虫歯を抜くために歯医者を予約した。ってことで、はい。で、今の英文を。うん。Okay. 英語で言えばいいんだよね。うん。あ、でもちょっと英文が覚えられないな。言ってきたね。OK。OK。OK。どうもどうも、苦しいです、英語が。やばいな、白い服着てくるべきじゃなかった。はい。はい。それじゃあ、お願いします。だって覚えてないわ、英文。待ってて。え、もう単語でもいい？そしたら。あ、でもそしたら文わかんない。もう一回聞く？あ、そのままコピーしました。ん？いや、いいよ。I went to the dentist today. I scheduled to remove a wisdom tooth. え、これ口カパカで言えばいいでしょ。あ、そしていいの？あ、いや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 、はい、どうぞ、お願いします。あ、もう一回言うの？うん、どうぞ。待って、もう覚えてない。ねえ、待って、マジで覚えられない、これ。なんちょっとエドシーランが。No, I just saw it. マジで覚えられないよ、これ。なんか、なんつうの？あ、なんとなくていいよ。I went to dentist と、うん、remove wisdom tooth. I went to the dentist to remove my wisdom tooth. めっちゃ近い、めっちゃ近い。はぁ？ I said I went to the dentist today. I scheduled to remove a wisdom tooth. Today とスケジュールどこ行ったの？覚えてない、覚えてない。これ事実、これ事実。あー。覚えてなかった。なるほどね。これ事実。え、日本語訳は？最初虫歯ってたじゃん。そう、虫歯ってた。その後親知らずってたじゃん。うん、あれ正解。あ、親知らず？そう、スケジュールって、英語だとなんか予約を入れるっていうか、なんかその、スケジュール立てるっていう。今日歯医者に行って、親知らずを抜く予約を取れた。立てた。学びました。じゃあ2個目行こう。いや、あれだ、英文覚えるのがむずいわ。あ、これが多分一番長い。OK。OK。それ以降一番短い。OK。じゃあ2個目ね。うん。いいよ。いくよ。いいよ。I edited a YouTube video earlier today. I edited I edited YouTube video on today, did you? I edited a YouTube video earlier today. I edited a YouTube on today, earlier, did you? 言ってないけど。え、なんかさ、ルール決めた方がいいね。何回は OK みたいな。あ、確かに。合ってるって聞いちゃう。じゃあ、ね、覚えられないわ。訳しよう、訳しよう。え、今日、今日、今朝 YouTube の編集した。で、それ言える？先生。え、でもさ、別に間違ってもいいんでしょ。これいいわ。言える？いいよ。
どうぞ。いくよ。あいよ。I editor on YouTube today earlier。 もう一回。I editor YouTube on today earlier。 On today earlier? I edited a YouTube today earlier。 え、オンってなんだ？オンって何？ I edited a YouTube video on YouTube。 あ、ちょっと待って。 I edited a video on YouTube earlier。 うん、そう。合ってる？合ってる？オン言ってない。おい！なんでだよ。なんで？正解は、I edited a YouTube video earlier today。 Earlier today か。なるほどね。自分が帰ってきたし、today earlier today。 覚えられないね、これ。いや、3問目、3問目。いくよ。はい。 I've been feeling under the weather recently。 おーおー、むずいな。むずいな。これ多分訳せないと思う。もう一回。 I've been feeling under the weather recently。 I'm feeling better。 待って、マジでわかんねえわ。2回目？2回はちょっとね。じゃあもう、もうちょっとゆっくりで最後3回見て。 I've been feeling under the weather recently。 あ、もういいや、これでいこう。 I under weather recently でいいわ。はいはい、読みます。はい、いくよ。お願いします。 I under weather I under weather recentlyI under the weather recently. Yes. Yes. もうちょっと、もうちょっと加えて、もうちょっと加えて。いや、マジ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 。もう何もそれしか言ってないから。ちょっと待って、そっからの限られた単語でちょっと予想する。もう一回言って、もう一回。I under weather recently. I can't understand the weather recently. I can't understand. わかんない。なんかね、アインとアンダーウェダーの間に何か入ってたんだけど、もう全然覚えられないし、聞き取れないから飛ばした。I like the good weather recently. Like は聞き取れるで。I've been feeling under the weather recently. I've been feeling under the weather recently. なるほどね。むずいね。Under the weather で気分悪いっていう。なんか最近気分悪い。すげえ。勉強になるよね。勉強になる。だからなんかこういうのを勉強になりそうなイディオもたくさんいたから、全然。面白いの言えてない。ああ、俺も一個勉強のやつ言って、それ以外ふざけた。よし、はい、四つ目いくぞ。四つ目。聞こえね。ん？あ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。オッケー。My return trip from Hawaii was a red eye flight。ああ、もう難しくて疲れてきた。待ってて。I went to 全然違うよ。I Hawaii もう I と Hawaii しか聞こえなかった今。My return trip。 Why じゃねえじゃん。 My return trip from Hawaii was a red eye flight。 My return trip Hawaii Red Eye じゃあラスト意味は My return trip ハワイに帰国したいな。ハワイに帰国したいなみたいな感じかな。違うかな。レッドアイフライトって何？ハワイからの帰国はレッドアイフライトって何？もう目めっちゃ充血しちゃったみたいな。あ、でも過ぎたみたいな。あの超疲れた。でもそのイディオム、のなんていうの、元の由来としては正しい。え、なんだ。考えてうちの英文が飛んでくんよ。じゃあ次。いいよ。My return trip from Hawaii was red flight。 レッドアイフライト。 My return trip from Hawaii was a late night flight。もう一回。My return trip from Hawaii was red eye flight。 Red eye flight。 Red eye flight。 Red eye flight。 夜とかの便、夜に出た。 Red eye flight っていうのあれ。初めて知りました。知りました。いや、マジ
ジでやば、ありがとう、教えてくれて。何のためにって言うんだ。ああ、入れれば合ってたから、2人の合わせれば合ってた。おしゃれな言い方、レッドアイフラ、おしゃれな、目充血してるってことでしょ。なんかもう遅いピンっていいじゃん、なんかああ、レッドフライトみたいな。そうそうそう、確かに。Is the flight that leaves in the evening or night and arrives in the position should be in the day? うん、深夜便のことをレッドアイフライトって言うんだね。そうね、確かマジで勉強になった OK、It's a week It's a week だ、行くよ。はい、 I'm thinking of dropping out of college. I think jumping on a college. I think じゃないの、絶対。はい、もう一回。I'm thinking of dropping out of college. I'm thinking. I'm thinking jumping on college. いや、これでいこう。レビ、レビ、レビ、レビ。なんつうの？飛び級、私は飛び級したいかもしれない。かもしれない。大好き。私は大学を飛び級したいかもしれない。多分そうだと思う。これでいこう。もうこれでいいよ。最後やらなくていい、3回目。あ、じゃあ3回目使う。あ、待て。ゆっくり言って。I'm thinking of dropping out of college. 待って、dropping out of college じゃん。ジャンピングじゃねえよ。え、私は留年して、私は留年しちゃったかもしれないみたいな。いや、待って、I'm thinking of dropping on college です。Dropping on college。え、大学の上に落ちる。あ、これ決めちゃっていいですか皆さん。いいよ、勝手に書いて。いきます。おそらく、はい、I'm thinking of dropping out of college. 正解。よっしゃ。どうもやった、最初は初めてだから正解したの。初めて。ね、うん。痛恨のミスかもしたし、4問目。え、どなんて意味？大学やめようと思ってる。dropping out of、大学の上に落ちる。パラシュート系かなっていう。スカイダイビング系かな。ワンチャンその英語だと思ったの。以上で。5問の伝言ゲーム。うん、終わりです。5問中1問しかできなかったですね。私普通にマジで。でもめっちゃ英語の勉強、うん、いや、レッドフライトは覚えた。ほんとほんと、レッドフライトとあのウィスダムティースは覚えた。おお、そう、よし、じゃあ次はアレックスに撮るので、そっちもぜひ見てください。お願いします。順番、順番、場所、うん、場所、順番交換します。オッケー、面白い文章作ったらしいので、いやいやいや、そんな、あげないでくださいよ。あげとく、あげとく。じゃあそれでは、バイバイ。